あ、今日はメガロドンの話なの？めちゃくちゃかっこいい生物じゃない？ああ、メガロドンといえばその圧倒的な巨大さから、史上最大級のサメと言われているからな。まさにロマンの塊みたいな存在だぜ。だが実は、メガロドンに関してははっきりとわかっていないことも多くてな。最近の研究では、実はスリムだったなんて言われているんだぜ。ええ？そうだったの？すっごく気になるわ。今回はメガロドンについての意外な新事実を紹介していくぜ。メガロドンのイメージが覆るかもしれないな。まずは復習がてら、メガロドンについて説明していくぜ。メガロドンが生息していたのは、約2300万年前から360万年前の新生代中新生から先進生頃だぜ。古代生物ってイメージが強いけど、こうして見ると意外と最近に感じるわね。まあ恐竜なんかと比べれば確かに最近だな。メガロドンは軟骨魚類の中でも、大型のものが多いネズミザメ目に属すぜ。ちなみにワメイは昔オオホホジロザメと言うんだ。え、ちょっとドストレートすぎない？そのまんますぎてそこはかとなくダサい気が、ゲフンゲフン。まあ気持ちはわかるぜ。引き続きメガロドンで行きましょう。そのメガロドンだが、サメ映画として有名なメグなんかでも取り上げられ、史上最大級の捕食者魚類と名高い人気生物なんだ。だが一方で、実は生前の姿や生態については多くの謎に包まれた存在でもあるんだぜ。え、こんなに人気なのに？先ほど言ったように、メガロドンは軟骨魚類だ。そのため、骨格は軟骨で構成され、化石として残るのは主に歯のみなんだぜ。え、そうだったの？じゃあ、私が知ってるメガロドンの姿は一体何？現在のメガロドンの大きさは、発見数が多い歯から推測されたものだぜ。そのため、学者や算出方法によっても意見が分かれていて、10メートルから40メートルまで幅広い値が推定されているんだ。要するに、私たちが知る復元図は全て想像で、実際の姿や最大のサイズは全くわからないんだぜ。そうだったの？もうすでにかなり驚きなんだけど。おいおい、これくらいで驚いてちゃこの先身が持たないぜ。それじゃあこれから、謎だらけなメガロドンの意外な姿を紹介していくぜ。視聴者のみんなも、動画を見ながら実際のメガロドンはどんなだったと思うか、コメントで教えてくれよな。みんなの考えも楽しみね。これまでのメガロドンは、丸くてがっしりしたホホジロザメのように描かれていたが、2023年12月に発表された研究によれば、メガロドンが巨大であることは確かだが、実はむしろアオザメに近い、細身でスリムな体型だった可能性があるそうなんだ。最強の捕食者メガロドンがほっそりスリムだったっていうの？信じられない。どうしてそんな結果が出たのかしら？この研究のきっかけになったのは、全く同じ化石を扱った2本の研究で、メガロドンの体長の推定値が違うことだったんだ。そこで研究チームは、メガロドンの脊椎の化石を改めて調べてみたんだぜ。脊椎って背骨のことよね。一体どんな方法で調べたのかしら？ホホジロザメの脊椎骨格を CT で測定し、メガロドンの脊椎骨と比較したんだ。背骨の骨格を CT で比較って、どういうことかしら？この研究の以前に行われた研究では、ホホジロザメの体型のモデルを使い、脊椎の直径がメガロドンの脊椎の直径と同じになるまで体を大きくしていく、という方法を取ったんだ。この結果、メガロドンの全長は約 9.1 メートルだと推定されたんだぜ。なるほど、脊椎の太さを揃えて体長を推測したのか。だが今回の研究では、同じ脊椎を一つ一つ測定し直し、部位ごとに並べて再評価したんだ。その結果、頭部を除いた脊椎の長さだけで約 11.1 メートルになることが分かったんだぜ。さらに、このメガロドンがホホジロザメと同じくずんぐりとした丸い体型だったと仮定すると、約11メートルの胴体を支えるには強度が足りない、ということも分かったんだ。強度が足りない？って、一体どうなっちゃうの？体の筋肉を支えきれず、脊椎が圧迫されて折れてしまう可能性があるそうだぜ。ひぃ、それは困るわ。そこで研究チームは、メガロドンはこれまでの想像と違って、スリムな体型だった可能性が高いと考えたんだな。この体型なら、現在発見されている脊椎でも、十分に筋肉を支えられるんだぜ。でも、こんなほっそりした体で、太古の海でちゃんと最強捕食者としてやっていけたのかしら？お前はメガロドンの母ちゃんか？でも安心してくれ。メガロドンが本当にこのような体型だったとすれば、海の生態系についても少し考え方が変わってくるんだ。え、海の生態系が？どんな風に変わるのかしら？実は、メガロドンがスリム体型だとすると、腹の中の消化管が長かった可能性があるんだ。もしそうなら、メガロドンは長い消化管で効率よく栄養吸収ができ、頻繁に狩りをする必要がなかったかもしれないんだぜ。
たくさん狩りをしなくても生きていけるってわけか。もしそうなら、他の海洋生物に対する捕食圧も小さくなり、生態系にも影響する。メガロドンがそれほど狩りをしなかったなら、他の海洋生物の数もより安定したはずだからな。メガロドンの体型一つで、太古の海の様子まで変わってくるのね。続いては、メガロドンの泳ぐ速さについてだ。実はメガロドンは、ジンベエザメより泳ぐのが遅かったかもしれないんだぜ。え？ジンベエザメって、よく水族館でゆっくり泳いでるわよね？あれより遅いなんて本当なの？ああ、2023年6月に発表された研究によると、メガロドンの鱗の化石を調べた結果、遊泳速度が遅かった可能性が出てきたそうなんだ。どうして鱗から泳ぐ速さがわかるのかしら？サメには純鱗と呼ばれる鱗があるんだが、純鱗には3つの小さな突起があるんだ。そして、この突起間の距離と遊泳速度には負の相関があると言われているんだぜ。つまり、突起間の距離が狭いほど水の抵抗を受けず、速く泳げるそうなんだ。へぇ？サメの鱗にそんな秘密があったのね。これをメガロドンに当てはめて計算すると、遊泳速度は時速 0.9 から 3km という値が出たんだ。時速 0.9 から 3km？ って、どのくらいかしら？さっき例に挙げたジンベエザメの平均遊泳速度は時速 3.1km くらいだと言われているぜ。なるほど、それじゃあ本当にメガロドンはのろまなサメだったの？なんだかショックだわ。いやいや、そんなことはないぜ。メガロドンが、クジラやイルカなどの、大型海洋哺乳類を食べていたことは、噛み跡の化石などからも証明されている。イルカの泳ぐ速さは最大で時速 50km になるとされているから、メガロドンだって、少なくともそれくらいの速さで泳げたはずだぜ。確かに、獲物よりも遅かったら餌にありつけないものね。もしかすると、メガロドンは狩りの時には急加速して獲物に襲いかかるが、通常は体力を温存し、気配を消すようにゆったりと泳いでいたのかもしれないな。実際、ホホジロザメも遊泳速度は時速 4km だが、獲物を捕らえる時には時速 50km くらいまで加速できるそうだぜ。そうなのね。それにしても最強の海の生物だと思ってたのに、実はスリムであまり狩りもせず、泳ぐのも遅かったなんて、ちょっとイメージが違ってがっかりだわ。いやいや、もちろん海の最強生物にふさわしいかっこいい部分もあったぜ。メガロドンは、母親のお腹にいる時からすでに戦っていたんだ。え？お腹の中で？一体どういうこと？2021年1月に発表された研究によれば、メガロドンの稚魚は母親の体内で、まだ孵化していない卵や、すでに生まれた兄弟すらもあやめ、ようやくこの世界に誕生できたのかもしれないんだ。メガロドン界隈、ちょっと殺伐としすぎじゃない？研究グループは今回、脊椎に注目して太古の海の王者の実像に迫ったぜ。サメが成長すると、脊椎には木の年輪や層のような痕跡が残るんだ。そこで研究者らは、同じ個体のものだとされる15個の脊椎を CT で解析したんだ。ふむふむ。それで何がわかったの？そのメガロドンが死んだ時の体長は 9.2 メートル、年齢は46歳だったと推定されたぜ。さらにメガロドンが生まれた時のサイズもわかったんだ。その大きさはなんと、2メートルだ。ひえー、生まれた時から人間よりも大きかったっていうの？さすがメガロドンだわ。このことは、メガロドンについてもう一つ重要なことを指し示しているぜ。それは彼らが胎生である可能性だ。は、確かにそうね。魚なのに卵生じゃなかったのか。メガロドンが分類されているネズミザメ目には、母親の体内で子供が育つ種もいるんだぜ。そうした種の場合、子宮の中で孵化した稚魚は母親の体内の未受精卵を食べて育つんだ。それどころか、種によっては未受精卵だけでなく孵化した兄弟まで食べてしまうんだぜ。なるほど、メガロドンもそういうタイプのサメだったのね。イメージ通りすぎる。お腹の中で兄弟を食らって生き延びねばこの世に誕生できないのだから、生まれてくる子供の数は少なくなる。だが、その代わりに熾烈な生存競争を生き残った稚魚は、すでに体が大きい状態で生まれることができる、というメリットもあるんだ。過酷な自然を生き抜くための戦略だったのね。また今回の研究から、メガロドンの寿命は少なくとも88から100歳だったと推測されるぜ。理論上は、500年生きたとしてもおかしくはないそうだ。500年。まさに生きた化石みたいな存在になっててもおかしくないわね。メガロドンがもし現代まで生き残っていたら怖くてとても海水浴なんてできなかったわ。本当にそうだな。さて、続いても強いメガロドンの一面を紹介するぜ。実は、メガロドンは数口でシャチを平らげた、なんて説があるんだ。ちょっとマリサ、いくらメガロドンでも数口でシャチを食べられるわけないじゃない。私は騙されないわよ。まあまずは聞いてくれよ。
2022年8月に発表された研究では、メガロドンの脊柱とホホジロザメを元にして 3D モデルが作成され、緻密な分析が行われたぜ。その結果、メガロドンは全長16メートル、体重61トン、秒速 1.4 メートルという速度で泳ぎ、1日9万8000キロカロリーものエネルギーを賄うため、胃袋は1万リットルもの大容量だったんだ。ひえー、まさにモンスターサメね。本当にモデルや研究によってメガロドンの姿が全然違うのがよくわかるわ。このモデルによれば、メガロドンはどんなサメより早く長く泳ぎ、体長8メートルもの巨大なシャチサイズの獲物を数口で食べ尽くすことができる、驚異的捕食者だったことがわかるそうだ。このモデル、一体どんな風に作られたのかしら？1860年代に発見された脊椎を一つ一つスキャンし、再構築して作られたぜ。さらにアメリカで採取されたメガロドンの歯列の化石のデータを組み合わせ、骨格モデルを作った。最後にホホジロザメを参考にして、肉付けしたら完成だ。最新技術ってすごいわ。この 3D モデルから、まずメガロドンの体重を推測するんだ。イギリス王立獣医学校のジョン・ハッチンソン教授によれば、体重は動物の最も重要な特徴なんだそうだ。体重がわかれば、移動速度や消費エネルギーなどのその生物の特徴を推測できるそうなんだぜ。へぇ？体重からそんなことまでわかるのか。そしてメガロドンの歯型が残った化石から、彼らは高カロリーなクジラの脂肪を食べ、生きるために必要な大量のエネルギーを補給していたと考えられるんだ。しかも体長8メートル、体重約3から4トンサイズの獲物を数口で食べ尽くしたとされるぜ。ひえぇ、8メートルの獲物を数口で？もし人間だったら一口で丸飲みにされちゃうくらい大きな口だわ。エネルギー量から考えれば、1頭食べればその後は2ヶ月間ほど、何も食べずに数千キロメートル泳ぐことができたと考えられるぜ。最強の捕食者にふさわしいエピソードね。メガロドンにもちゃんとかっこいいところがあって安心したわ。実はメガロドンが絶滅した理由にも、意外な理由が隠されているぜ。え？絶滅にまで何か理由があったの？今のところ、メガロドンが絶滅した原因は、様々な理由が重なったためだと考えられているが、実はその一つがホホジロザメの登場だった可能性があるそうなんだ。え、ホホジロザメ？こう言っちゃなんだけど、ホホジロザメってメガロドンよりもずっと小さいサメよね。そんなホホジロザメに、メガロドンが負けちゃったなんて信じられないわ。メガロドンが絶滅したのは360万年前の先進性中頃だが、その後釜として地位を引き継いだのがホホジロザメだったんだぜ。ふむふむ。それで、メガロドンはどんな風に絶滅してしまったのかしら？メガロドンの絶滅には、260万年前から始まった氷河期による水温低下の影響もあったようだな。そっか、いろんな理由が重なったって言ってたものね。サメは魚と同じく変温動物で、周りの水温に体温が左右されるんだ。魚の体温はおよそ15度程度だが、メガロドンの体温は27度ほどだったことがわかっているぜ。巨大な体を持つメガロドンは、体内の代謝により周りの水温よりも高い体温を保っていたんだ。なるほど。でもそれなら、氷河期の冷たい海でも自由に泳ぐことができたんじゃない？代謝を高く保つためには、その分多くの肉類を食べる必要があるんだ。そのため、クジラなどの大型哺乳類を捕食していたようだぜ。そして、氷河期に入り多くの生き物たちは暖かい水を求めて低緯度帯に移動していったが、メガロドンは移動しなかった。なぜだと思う？確かに寒くない方に移動した方が、体温の維持も簡単で都合がいいはずよね。わからないわ。一体どうしてなの？なぜなら、メガロドンの餌であるクジラたちは高温動物であり、冷たい水にも適応して、高緯度帯でも生活できたためだぜ。なるほど、餌になる生き物が移動しなかったなら、メガロドンも移動するわけにはいかないわね。ああ、メガロドンは冷たくなった海の中で体温を保つために、以前よりも多くの食料を、食べる必要があったんだ。だが、クジラの数は以前と変わらないため、必然的に食料不足に陥ったんだろうな。水温が下がった上に、代謝による体温上昇も望めないなら、当然泳ぐ速度もより遅くなったはずだぜ。確かにそうね。泳ぐ速度が遅くなったら、さらに餌にありつけなくなるだろうし、悪循環だわ。そして、こんな状況に追い打ちをかけたのがホホジロザメだったかもしれないんだ。え？ここでホホジロザメ？まさか動きが鈍くなったメガロドンをホホジロザメが。いや、さすがにそれはなかったと思うが、ホホジロザメは、メガロドンと同じく代謝によって体温を調節することができ、冷たい水の中でも問題なく泳ぎ回ることができたんだ。さらにメガロドンよりもかなり体が小さいため、必要なカロリーもずっと少なかったはずだぜ。なるほど。メガロドンよりも少ない餌でもしっかり体温を維持できたのか。その通りだ。そしてホホジロザメはメガロドンよりも効率的に獲物を狩り、
どんどん数を増やしていったんだな。でも、ホホジロザメがメガロドンよりかなり小さかったなら、食べていたいものも違ったんじゃない？それならホホジロザメに負けて絶滅したとは言えないんじゃないかしら？いや、実はメガロドンとホホジロザメは、同じ獲物を奪い合っていた可能性があるんだぜ。え？そうなの？実際2022年に発表された研究で、メガロドンとホホジロザメの歯の化石の成分をそれぞれ分析した結果、両者は食物連鎖において同じような位置にいた。つまり、同じ獲物を奪い合う関係だった可能性があるそうなんだ。ええ？ホホジロザメもクジラを狩ることができたっていうの？いや、メガロドンと同じように大きなクジラを狩ることはなかっただろうな。だが、子供のクジラを襲うことはあっただろう。そしてその結果メガロドンが食用にしていた生態のクジラも減り、ついには絶滅に追い込まれてしまったんだぜ。なるほど、間接的にメガロドンにダメージを与えたのが、ホホジロザメだったってことか。大きさが全然違うのに負けたってこういうことだったのね。というわけで、今日は最近の研究で発表された、メガロドンの意外な姿を紹介したぜ。予想以上に色々な説があって驚いちゃったわ。メガロドンは歯と脊椎の化石しか見つかっていないからな。他の生物に比べると想像できる範囲が広いことは確かだろうぜ。確かにこうやって色々考えている時が一番楽しかったりするのよね。メガロドンの本当の姿も知りたいけど、色々想像できるうちに楽しんでおかなきゃ。そうだな。メガロドンの真の姿が明らかになるまでは、この想像を楽しもうぜ。